皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今日はね、1月の28日日曜日、時刻は16時47分です。さあ今回はね、ちょっと巨大地震の前兆ということでね、ちょっと心配だねというお話です。でこれまでにね、いろいろ言われてたんだけども、まああえて動画ね叱らなかったんだけど、まあちょろりとね地震の動画は1本だけ作ったんだけども、やっぱりその後がねやっぱ怖いよね。本当で今日の地震、朝ね揺れたんだよ。いつも毎日こう揺れてるから、おじいね、地震速報を見てもあれ違うのかと思って、いつもね揺れるんだよおじいの方が。なのであれと思って、こう見て吊るしてあるものが揺れてないから、ああ自分かと思ってね、地震かなーっつってね、ほうっつって、地震かなーっていつもそんな感じなんだよ。いるでしょ、視聴者さんの中にもいつもこう揺れてる人ね。おじいもよく揺れるんだよ。で今日はね、パソコンちょっとやりながらね、あれなんかちょっといつも揺れてる感じだけどちょっと違うなと思って、そしたら吊るしてあるものがちょっと動いてたから、パッて見たらね、地震が来るとこだったんだよ。YouTube の地震ライブ見てたら、であれと思って、おかしいなと思って、この揺れ何だったんだろうと思ってね、ちょうどその瞬間だったんだけど、まあ、それ自体がまあアメリカがね予想してたよっていう。ただ今回は地震の内容だけじゃなくて、岸田何を考えてんだっていうね、そういう内容につながっていきます。はい、今回すごいいっぱいあるよ。でこれで今話題になっているのがアメリカの地震予測機関ね、26から27に東京付近でマグニチュード 5.0 の地震が発生する可能性ね、これが1月の26日ね、予想があったんだね。98% ここでね地震が起こるっていうアメリカ地震予測機関が出したもので、これがね1日ずれたけどもズバリ的中したということになります。アメリカの地震予測機関が SNS を更新し、日本の東京付近でマグニチュード5クラスの地震が26日から27日の期間で発生する可能性があると発表しました。でそれがこれね、もうすごいよね、 98% ね、日本の地震リスク、ね、それで、ジャパンオイチャーのホームページに掲載された最新の地震予測によると、1月26日深夜から1月の27日早朝の時間帯に東京付近でマグニチュード 5.0 の地震が発生する恐れがあるとして、関東地方の太平洋側で地震発生確率が98% に上昇していると報告。今日から明日にかけて日本付近の地震を注意を促していました。ただこのアメリカの地震予測機関は的中率が五分五分程度で、発生時期に関しては何度かあった実績があるも、発生場所に関してはかなり振れ幅が大きいので参考程度にした方が良いです。でも五分五分ってことはでもすごい確率だよね。でこれね、25日富山湾海底で斜面崩壊を崩落を確認、能登半島地震の影響か解放ということでね、海上保安庁が25日までに能登半島地震後に富山湾の海底地形を調査した結果、富山市沖約4キロの海底斜面で、崩落が確認されたと発表した。同市では地震直後に第一波が観測されており、この斜面崩壊によって、崩落によって震源付近とは違う津波が発生している可能性がある。海保によると調査は15から17日に、測量船を使って実施、北陸地方整備局が2010年に行った調査のデータと比較した。その結果、水深260から330メートル付近の海底にある谷の斜面が長さ500メートル、幅80メートルにわたって崩れ、水深が最大40メートル程度深くなっていることが分かった。海保は能登半島地震との関連は不明としている。
ね。でこれは今回地震があったから海上保安庁が、まあ、こうやって調査をしたわけで、元気なおじいはね、この関連はね、不明といっても大きくはその前のやつだと思うんだよね。で、今回斜面のあった海底の位置っていうことで、このね、この能登半島がこうやってあったら、ここのとこだね、この富山湾のここってことなんです。それで元気なおじいのチャンネルをね見てる方ね、ここ見覚えないですか？これ見覚えないですか？あーって思った人いるでしょう。そうなんです、あなんです。それで今回の地震の起きた時の何時間以内のってね、この能登半島のこう地震がね、何時間以内の群発地震の風パパ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 パンってある中に、ここのところもねポンってあった場所なんです、ポツンってね。それで、これだね、このあーっていうのはこの場所なんだよね。尋常じゃない量のイワシね、この富山湾に異変ということで、これね。でおじいがいつも言っている、そのこの YouTube でも昔ね言ってたけども、本当にクジラとかイルカとかね、イワシとかサバとかね、こういったものが異常になった時っていつも地震が来るんだよ。で本当ね、そのために水温がとか割れたんでしょうとかってね、たまたまですよって言うけど、それがあちこちにね起きたりしてるわけなんだよ。それがね、結論から言うといつも地震で、でこのイワシの時も地震来るんじゃないのって言ってたでしょ。それで来たでしょ。やっぱりね連動してるよ、昔からね。否定はされるけどもね。でイワシがね、こういう風にこう上がっちゃったっていうね。でこれってやっぱりこのイワシたちはなんでね、あそこの場所で富山湾のあそこでっていう、だから崩壊する、この地震であれ崩壊にしたりしても、崩壊するまでに脆くなって崩壊する、だもう内側の方でゴロゴロゴロとか、人間には通じないね、無感地震ってやつ、海底の変化、そういったものに生き物は敏感だってよく言うよね。だからその崩壊を見つけたっていうことは、やっぱりその崩落ね、崩落してるってことは、なんでそこだけ崩落するんだろうっていう、そこのところは崩落する前兆、脆くなったりとか、そういうものがあったっていうことだから、ね、そういう場所であったってことだから、だからやっぱり地震って予兆があって、ね、ボロボロってきたら本震が来る、ね、気をつけようとか、その1ヶ月後に来たとかね、その1週後に来たとか、よくあるでしょ。だそういったもので、そういったものが原因でね、こういったものが来てるんじゃないかっていう、場所がね、すべて一致してるんだよ。震度7が来る、ね、何時間以内の、ウェザーニュースか、おじいが動画作ったね、ペペペンのとこに、この富山湾のとこのここに、ポツンとあったでしょ。ね、ほら、イワシのとこと一致してるって言ってた場所なんで、ね。で本当異常現象です、ね、3週間で1年分取れちゃったっていうね、本当もう純情がない、ね、100トン網にイワシがガンガン入っててっていうね。でそれぐらいやっぱり海の、ね、ところで異常なことがあると、やっぱ大きな、だって地面の地球のところでグワーってなったりとか、あとはねズーンってこう来たらすごい、魚たちにはすごい敏感に伝わるだろうし、そういった音なり音波なり、ズーンっていうのが危ない、うーってやったらびっくりするよね、人間だって。だから魚はね余計びっくりするだろうね、本当。であとはこうずれてこうブワーって何かが出た時に温度の変化があったりとかね、必ずね、あるんだよ、原因っていうものは。原因もなしにね、こんなこと起きるわけないじゃんっていうね。なのでね、まあ、すごい、イワシがね、で、まあ、かなり、来流用が多いのかなと思ってね、まあ、のんびりしたことでね、多いんだよ。
多くて打ち上がっちゃったんだねみたいなね、なんかまあのんきなこと言ってるわけだけどもね。でやっぱりね、ここのね、この地震の、これはメジャーニュースのあれではないんだけども、今後ね、ちょっと近いうち危ないよって時に、でもこういうところにもこの崩落のところのね、要はここら辺の富山湾のね、ここら辺のところがやっぱりこう危ないところが、今回の場所の近いところがね、こうやってあるわけなんでね、まあ当然といえば当然だよね。ここら辺なんかもほらね、当然今回のところほらこうしてこうあるわけなんで、ほらね、ここね、で能登半島では今後約1ヶ月震度5強程度以上の地震に注意するよう記者会見で呼びかける気象庁のね、課長さんがいましたよっていうね。でまあ本当、今後1ヶ月っていうのがアバウトに、人間が例えば1日とか1週間1ヶ月1年とかってね、ちゃんと決めてる枠の中でざっくりとしたね表現の中で、まあ大体これぐらいは注意しようねって言ってる中なんでね、だから人間が決めた内容で、まあ、1週間経過したが、今後も約1ヶ月は最大震度5強程度の地震は注意するよう呼びかけてるよっていう。でも今後大きいのが来るね、可能性があるって騒いでるわけでしょ、気象庁もね。で、そんな危ないよって気象庁が言ってる中に、ね、こともあろうか、これね、25日、1泊2万円引きの北陸応援割、被災した旅館はびっくりした。キャンセル総額3億円に迫る富山県、ね、これね、能登半島地震を受け24日に北陸4県を対象にした旅行代金を割り引く北陸応援割を実施すると明言した岸田総理、被災したため建物の補修工事を始めている富山県うんちゃら市の旅館支配人、総支配人はびっくりしましたと、驚きのキャンペーンに向け工事を急ぎたいとしています。でまたね、これまた旅行でしょ、おじいはこういう恩恵は一度も受けない、ね、受けたことがない、なんだかの旅行の割引とかなんか買い物のっていうね、ああいう割引を受けたことがないね、コロナの時に。でまた殺到するし、またトラブルもあるし、そのいろんなそれのやるためのそこにまたとんでもないお金がかかってるわけでね、費用がその予算が全部、その予算を富山の方になんか別にくくればいいのに、そういう旅館とかそういうところに、それをやるためにその要は国民が要は旅費を使ってその他にお金を落とすってのもあるかもしれないけど、その予算を取るためにとんでもないくだらないところが、また何かのつながりのあるところが、どういうところにどんな黒いお金がで、通常だったらいくらできるものがこんなお金かけてっていう、そういったもののところにお金が消えていくわけでしょ。だからマスクにしたってマスクを保管するだけでも保管代こんだけかかってってね、どっかもらってくれるところとかやってたじゃんね。私なんかであれ1世帯で1個しか来なかったからね、20本配れよって思ったけどね、ほんとね。であれも結局無駄の、そんなにお金かけてんのかって、マスク1枚アホみたいな値段でね、それもまたね、安倍さんのね絡んでるところにそんな高いのでやってね、どんな汚いお金の動きがあって、こうしたこともあろうか、今度そんないい加減とか汚いもんが入ってるとかね、そんなとんでもねいい加減に作ったマスク、その保管だけでもとんでもないお金かかってる、アホかみたいなね。でしかもそれがばらまいたのが第一波が終わった後で、役に立たない時にそんなものをばらまいて、ちびちび一家に一個ずつって、国民を守ろうとする気持ちが全くないっていうね。でまたねこんなことするんだけど、これおかしいよねこれ、もうちょっとね違うお金の使い方ないのかね、旅館も大変かもしれないけれども、でもそこの地域のものを他に、なんでいつも旅館だけなのっていう、
旅館以外のとこだって被害ダメージいっぱいあるわけでしょ。結局あの漁師さんとかしてるのもあるけれどもね、だから そういったものをね、購入するとかさ、ね、そこ の支援とかさ、こう何かないのっていう、ね、そう思うんだけどね、本当。なので、例えばこの北陸4県を対象したものをね、例えば、国が買い上げるっていうとちょっと問題あるかもしれないけど、ね、本当に黒いお金が流れない形で、まんべんなく、旅行っていうと、だって旅館限られるし、一緒に行ける日だって限られるし、また休みの日が殺到するし、どう考えたってそれ不平等なことになるわけだよね、この税金の使い方が。だ全国、ね、北海道から沖縄の人まで、その国の、ね、国の予算イコール税金なわけだから、国民全員が平等に、ね、行き渡るようなやり方の映画ができないのかっていう。なんでいつもその旅行だけなのっていうね、ここがねおかしいんだよ。裏がある、絶対に何かしらの、ね、で、これがね岸田総理のねお言葉として、これがね恐ろしいことを言ってるよ。本当気象庁の発表を無視してゴールデンウィークまでの3月4月を念頭に北陸4県を対象として1泊2万円を上限として旅行代金を割り引く北陸応援割、これを実施することとしたいと、ね、思いました、ね、ゴールデンウィークまでのつなぎ、ね、3月4月ゴールデンウィークは人がいっぱい来る。じゃあゴールデンウィークの後はどうでもいいの、ね、ゴールデンウィークまでの3月4月限定、ね、本当に限られた人だけっていう。ただ今気象庁がこんだけ危ないとか、あとその今後震度7以上のでっかいものがね来る確率がとか、今危ないって言ってるのにこの3月4月本当危ないじゃん。それで大きな地震ってね、寒い時期にやってくるじゃん。でこのね、このここの断層が割れ残りがあるとね、実は向きが逆なんだとね。でここのところもちょっとおっかない部分があるわけでね。で2枚の活断層が滑るとね、今の7クラスの地震がね発生するんだよと、ね、割れ残りがあるんだよと。で新潟でも3メーターぐらいの津波が発生する可能性があるんだよと、ね、それぐらいのポテンシャルのエネルギーを持ってるんだよっていうね、そういうのを言ってる中で、そこにそこの地域に要は呼び寄せる今このタイミングでっていうね、本当にねいろんなところが危ない危ないしって、そのほらなんだっけ移住のやつなんて言うんだっけ、あれキーワードになってたじゃん、なんだっけ、ほら強制移住だっかなんだっけ、何のキーワードだっけね、住み慣れたここは危ないからって国がそうなって、なんだっけキーワード、強制移住だっけかね、なんかそんなワードがあったよね。でそこまでの危ないって出ているのに今ねそこにで寒い冬に巨大地震って起きてるイメージが強いじゃん、何にしたって。でだいたい過去の地震を見ると寒い時期に大きなものが来てる。だ寒い時期だけではないんだけども、結構寒い時期に来てるものが多いんだよ。で特にね、東日本大震災ね、311でしょ。ね、本当にね、その寒い時期って大きいの
危ないね、いつも。でそんな時期に予備をしようとしている。そうすると、もし万が一なんかあった場合って、ね、2万円得だから、わーい、2万円の補助がある、ね、1人2万円の補助を目的に欲をかいて、とんでもないことに巻き込まれて、ね、命が失われちゃうかもしれない、たった2万円の割引のために。欲をかいてしまった、残りの人生と引き換えに2枚を選んでしまった、ね、こういうことになってしまうかもしれない。でこれがね、おじいが言ってることが、このレッサーパンダのね、これを見ていただくと、おじいいつもこれよくちょこちょこ見てるんだけど、ほんとね、なのでね、関東も通常の100倍ってこういうのもね、あって、わあほらやっぱ起きたってね、もう本当ね激ヤバで、あとおじいがちょろって前にも言ったけどもね、こう見てると必ずいつも太平洋側と日本海側とセットでやってくる、いつもね見てる方はそうそうってねあるでしょ。見てない方ね、本当この人やつを前から見てるんだけど、本当ね、だいたいこっち側の地震とね、こっち側の地震と何かしらセットで来るんです。なので、ずっと言ってたよね、このレッサーパンダもね。うん、ここがこうやってきて、で地球規模でこうぐーんって地球規模でぐーんと広がってみるとね、こう日本がこうやってあったら、ここの地球のこういうのがあって、でこうやってあったらね、こうのところで、こうのところで、でこのラインのってね、かっていつも言ってるよね、この直線上のこのラインのってね。でこことこっちとセットで、この地震ね、の時にこっちね、この地震があってとか、こっちの地震の後にこっちが来たよねとか、大体セット。これはね、ユーラシアプレートか、なんとかプレートか、プレートが変わって、こんなになっててね、こう潜って、こう潜ってのと、これがこうなっていくからね、大体ワンセットだよみたいな、そんな話を言ってて。で危ないポイントが、だいたいこの関東のここと、あとここら辺って言ってたよね、これね。ポイントはここかここがって言ってたんだよね。なんだね、これはね本当に怖いよ。こっちのやつも熊本の時だってほらね、でっかいのが来た後のまたでっかいので、これが本心だったのかみたいなね、そういうのもあったわけで、だからそういう学習能力がないのかなみたいなね。で本当にレッサーパンダのあの動画見てると、ね、当たり外れを言ってるわけではないけども、過去のデータを見るといつも当てはまるね。だからこういうクジラだとかイワシだとかね、イルカだとか、こういったものも大体いつも当てはまっているしね、日本の左右ね2個ワンセットでやってくるっていうのも新しい。ただそれが短い周期で来るかって、長い周期で来るかわからないけど、でも大体短い周期で大体セットでやってくる。地震のメカニズムバーンっていうのを見ると、大体そこが崩れたら地球のプレートでこう視野を広げてみると、ここが沈めばこっちがビリンって必ずまた偏ってこう来るわけだから、考えれば当たり前のことだよね。プレート単位で見ると、確かにここね、交わってるわけ で今回こっち側がものすごくでっかくいったわけだしね。そうするとこっち側もでっかいのが来る可能性があるよね、本当。まあ、そういうことでまだね、
ここが中途半端にまだ崩れ残っているところがあるみたいだし、ね、この後すごい危ないよねとかで、これもここずっと細かい地震がずっとついて危ない危ない危ないって言いながら、もしここが安定、その地震の予兆が危ない危ない危ないってずっと言い続けてね、去年から出たもう少々って危ない危ない危ないって言いながらこう来てたわけで、ただ全く予告も予兆も何もなく来た地震ではなくて、もう実際にずっと来てたわけでね。でもさらにそこからの活動がついて、もうこれはデータ的にやばいやばいやばいって言ってるのに、どうにもならなかったわけでしょ。だから実際に止めることはできないし、自然のことだから。でも危ないよっていうものがあっても、いや実際に来てみないと分からないからね、当たりも発見みたいな感じで、ね、日本人ってそういうところがあるから、ね、まあ、だから本当にね、こういうものって魂がね、こう抜けてポワーンっていくときに、あやっぱりそうだったんだ、ね、この魂が抜けてポワーンって上がるときに、あこんなことだったら、ね、もうちょっと真剣に考えておけばよかったなつって、ね、思うかどうかなんだよね。 何もないところに、だっていろんな、ほらおじいの一個前の動画でももういろんな研究でデータでもうやばい宣言出てたわけでしょ、ね、今年のおじいの動画見てるからね、そこ プチまとめしてあるよね。だからもう来るのは分かっていて来たわけで、ね、で今回もここ来るっていうね、大きな方角もあったし、こんだけの地震があって、いやまだ残りまで、まだ来るよね。そこからでもまだ止まってないじゃん。普通にさ、普通の地震みたいにさ、ググ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 って言って、ただこうしてこうなったのがポワーンっていった地震だったら、またしばらく潜るまではしばらく来ないわけじゃん。でも今回の地震ってさ、そういう地震とは違うわけじゃん。だから怖いよね。規模がでかすぎるんで、ね、しかも盛り上がってる、ね、4メーターもボワンってこう行ったっていうのは、ものすごいでっかいことが起きてるわけで、ね、それが反対側のこれとここのところでこう向きが変わっていて残ってるところもあるところで、やばいよね、本当考えるとね、怖いよね。なのでね、まあこれらをね、真剣に心配するかね、それとも見た目だけの応急処置っていうのをそれだけで何事もないようにね、見て見ぬふりするのか、本当ね怖いね。ただおじいは本当今回の流れでね、全部いろんなものがもう前兆とかね、いろんなものがあったわけなんだけど、怖いのはこれなんだよ。北陸の応援がいけないと言ってるわけじゃないけど、なんでこれ3月4月、ね、地震が一番発生しやすい起かない時に、また今確率が上がってる時に人を呼び寄せる支援って、もうちょっと違うやり方あるんじゃないかなと思うんだけど、おじいは起かなくていけないよ。それを言ったら申し訳ないかもしれないけど、いろんなところが危ない、今危ないって言ってるところにね、なんでわざわざ2万円割引で行かなきゃなんないのっていうね、そこが理解できない。本当に復興とかいろいろ応援するつもりだったら、別のもうちょっとこう日本全国の国民を相手に応援できるものを考えた方がいいし、絶対だってその旅館の数以上は、だってそこの受け入れられる数以上は受け入れようがないし、まあ高齢化社会だから
平日でも行けるじいちゃんばあちゃんがね、まあ、多いかもしれないけれどもね、でもあの部分的によってはね、まだあの交通機関がね、まだ大変なところもあるかもしれないしね、まあ、それだけでね、その普段の時に来たら、じゃあそんな平日に来れるじいちゃんばあちゃんたちがまとめて平日は来るわけでしょ。そんな時に来たら、あのみんな自力で避難できない人たちを呼び寄せるようなもんじゃん、大変な人をね。え、まあ、若い人たちだったらさ、まだその生存率とかね、避難できる率ってのが上がっても大変だと思うよ。なんでこの3月4月なんだろうっていうね。だ3月4月過ぎても怖いけど、もうちょっとね、そのここのとこの復興するための支援、国民があの応援できるようなね、そういう支援、そういったものはね、もうちょっと別にやるべきだし、あとはあのそのどうしてまたなんでこの 旅行は、ね、旅行会社だけが潤うような感じで何とかで、またあの懲りてないよね、この旅行代金ね、またこの旅行が絡むとね、これでどれぐらいのところが詐欺があったの、あの全然見ず知らずの人がね、20泊とか30泊とかね、でえ、何ですかそれってね、そういうあの悲しい請求みたいのとかどれだけあったので、この旅行会社のこれ集計取ったりあれしたりするのがすごく大変だったりとか、その割引のこれをあれ使うのには、あの手続きのことづきでこれが満たないとこれが適用できないんだとか、いろんなものがあってね、そういったものがクリアできないんだろう、どうせまたいろんな事件を呼び寄せる元なんだよこれって。おかしいんだよね、どう考えたって本当おかしいんだよ。なのでね、本当あのもしやるんであれば、ね、別の方法でそのやるべき、もうちょっとね、この旅行代金だけではなくて全体的なもので、いろんなもので支援すべきだと思うよ。おじい、今日ね、あの実はね、今ね、病気なんでね、であのいや困ったなと思って、薬もあんまりあのうまくいかないからね、蜂蜜買ったんだよ。まあ800円で安いやつなんだけど、でちょっとあの血管がね、血管少しでもちょっとこう痛みがあるかなと思ってね、薬だけ言ったらでも嫌なんで、こう蜂蜜をと思って、でこれ安い蜂蜜買ったんだよ。まずあの届いた時にぐちゃって漏れてて、さっきクレーム言ったばっかなんだけどね、また漏れてきたな、これキャップがおかしいんだね。でその時にね、マヌカハニーのやつをね、この倍ぐらいで買えるんだよ、1600円ぐらいで日本セットで1キロぐらいね。また今ニュージーランド産のマヌカは信用できないしってね、なんか書いてる人がいて、あそうなんだと思って、でそれ前あのもらって使ってて美味しかったし、なんかあの喉が痛い時にマヌカ入ってるとすごくいいんだよね。おじいもほらこの独特のあの喉の刺激っていうか、これ結構嫌いじゃないんで、あこれいいよねって、これのやつ買おうかなと思ったけど、なんか信用できねえし、と思って、であの安いけども、これどこだっけ、なんとかさんのやつ買ったんだけど漏れてたっていう。で同じようなやつで、中国産ではないよ、中国産の蜂蜜と値段が同じなんだけど、中国産ではないやつ、どこだっけ、 なんとかさんのやつで、あと値段もうちょっとね、お値段もうちょっと、このまた倍ちょっとぐらい出すと、あそこ、ウクライナ、ね、ウクライナのやつがあって、でそこのウクライナの蜂蜜がね、結構また美味しいし質がいいんだっていうね、
で買ってる人のレビューを見るとあの、ね、ウクライナの支援にもなるしウクライナ産買うっていうことはね美味しいし、ね、あの一石二鳥だねみたいな感じでこうレビュー書いてる人がいてあそうだねってね、でもウクライナ今あの状態で本当にウクライナは蜂蜜作ってるのかな大丈夫なのかなと思ってちょっと想像できないよね今大変なことになっててウクライナは本当作ってるのそれっていうねそう思うんだよまあそんなわけでね応援の仕方っていうのはいろんな方向があるで国が絡むやつって絶対ろくなことがないのでねでその一部の人だけが得をするでその一部の人の割引のためにものすごいその何かをやるための手続きのまたそれをやるための人をどっかに委託して整理してその割引のどの子の加減してくれてそういうののお金が黒いお金がバッとドガッとかかったりとか何かを発行するためにとんでもない予算がかかったりとかでそこにお金が税金が消えちゃうだから日本国民の税金を大量に投入して余分なところに消えて一部の人だけが潤うっていうねこのやり方っていうのがおかしいと思うんだよ本当やり方がおかしいと思う、ね、めちゃめちゃおかしいと思う、本当ね、そういうことでねまあおかしいよ。やってることはおかしいよ。東日本大震災の、あれがね、まだ当面しばらく続くね、復興税、ね、税金の、払う税金の 0.2% を復興税として追加でね、まだしばらく、先まで続くんだよね、あれね。でも、そんなにね、まあ、企業はものすごい大金になるけど、ね、でも皆さんそれ支援してるわけだから日本国民全員がみんな給料から天引きされてるでしょ全員が平等に収入に対して復興税を払って日本国民全員で復興してるんだよ東日本何もしてないわけじゃないよ普通に皆さんもらったお給料から復興税毎回毎回払ってるんだよ、ね、だから東日本の復旧のためというかあそこの原発のために日本国民が税金払ってると思った方がいいよここら辺の復興のために税金が使われてるって思うとあじゃあよかったなって思うけどそうじゃなくてこの電力会社の尻拭いでそこに使われてるって思うとただただ腹立たしいだけでしょ、ね、だから本当ねこの能登半島のこの地震に関してはこれだけ大規模なものになったから熊本とかこういったのもそうなんだよ阪神大震災とかこういうのが出た時に復興税で重複者がない人がそういうところからやればいいと思うんだよ国民からお金集めてそういうところに使えばいいと思うんだよそのためのお金だったらみんなだって絞る人いないでしょう、ね、あれはいいシステムだと思うよ一律してではなくてで税金の 0.2% だからねそんなに大きいもんじゃないじゃん、ねまあ、ない方がいいには越したことはないかもしれないけどでも大きくに 日本に、国籍を置いてる活躍してる人たちは所得で払ってるわけだから、ね、でもみんな日本で活躍してる人は海外に国籍を置いちゃうでしょ住民票ね日本の税金は高すぎるからつって、ねね、三木谷氏ぐらいなもんじゃないの個人の資産でねウクライナを支援するわ、ね、ここも多分巨額な支援するでしょきっと、ね、楽天モバイルはね頑張って復旧したけれども、まあ、個人的にまたやるでしょどうせね
そんなわけでね、まあ、怖いなと思ったのは巨大地震の前兆もまだまだいっぱい出てきてる中、ね、地震の発生が一番多い怖い3月4月に、ね、なんということでしょう。欲の皮しっぱらかした日本国民を危機にさらすっていうね、この考えがおじいには理解できないと思ってね、この動画にいたしました。皆さんはどう思いますか？そんな時期に行きたいですかっていうと、また角が立つんだよ、叩かれるんだよ。ただ正直な気持ちだからさ、ここら辺の人たちには申し訳ないと思うよ。ただ本音だもん。もう人に何を言われようが構わないよ。死んじゃった後で魂で浮いた時に、ほら見ろおじいが言った通りじゃないかって、そんな風に言いたくないもん。自分の身は自分で守るしかないからね、またくだらないことをしてるとしか思わないもん。これ見てる皆さんはおじいと真逆でしょ。何を言ってんだよおじい、せっかくここの人たちのことを考えてみろよ、復興のためなんだからいいじゃないか、旅行が行けるっていう人がいてそこが埋まったらいい話じゃないか、旅館だけ潤えばいいんだよ、他のところにも大体回るだろう、それで旅館が潤えばいいんだよ、旅行会社もまた潤うんだから、バスの運転手だってまたそこで人を増やすかもしれないしね、それでいいんだよ、旅館だけ潤えば、他の商店のことなんかどうでもいいんだよ、旅館だけ潤えば、ね、これしてもいいでしょうね。おじいは責められるよ、なんてことを言うんだ、ね、じゃあそれを言ってる皆さん、ね、行くんだね、行くんだね、3月4月に行くんですね。終わります。